東京都で今日新型コロナウイルスの感染者数が新たに3万5339人確認されたことが分かりました都内の新たな感染者数は3万5339人で先週の木曜日と比べておよそ5000人下回りました重症者は39人で15人の死者が報告されました病床使用率は56.5%です こうした中、東京都はモニタリング会議を開き、医療提供体制について、人員不足であり、負荷が増大し続けていると指摘しました感染者の増加比は7週連続で100%を超えていて、今の感染状況については、これまでに経験したことのない爆発的な感染状況が続いているとしています。